今回は作画崩壊アニメです。はい、どうもしんです。アニメを見ていると急に顔芸をかましたり別人のような姿になってしまうことがあります。ってことで今回は作画崩壊フェチの僕が作画崩壊、作画ミスに見えちゃうシーンを紹介していくんですけど、先にちょっと真面目に大事なことを言いたいんですけど、真面目な話はいらねえって人は少しだけ飛ばしてください。作画崩壊についてなんですけど、みんながよくネットで見てる作画崩壊って動画のシーンのコマ送りでやっとわかる一瞬の場面が多くて、実際アクションシーンとかだとあえて極端な作画を入れて動きに躍動感を出したりとかっていうこともあったりします。あとは制作現場のスケジュールの問題で厳しかったりして委託してたりとか、現場の環境とかもあるんで、単純に作画崩壊してるのをバカにするんじゃなくて、そういうシーンも楽しんでいろいろあったけど作品としては面白かったねみたいな感じで見てくれたら僕としては嬉しいです。はい、それでは一緒に見ていきましょう。1つ目の作品は早速出させてもらいます。7つの大罪です。先に言うんですけど、7つの大罪は作画崩壊のイメージ強くなっちゃったんですけど、ずっと崩壊してるわけじゃなくてマジで面白いです。本題の作画崩壊は制作会社が変わった3期で、普段はこんな感じで普通にかっこいいんですけど、このシーンとかがっつり静止画なんですけど怪しくなってます。このぐらいだったら全然話題にならなかったんじゃないかなと思うんですけど、みんなの印象にあるのはこのコマだと思うんですね。このシーンを少しだけ僕から擁護すると、ここは静止画じゃなくて動きのあるシーンの一瞬です。ただ実際メインとなるシーンでもこんな感じで誰ですかみたいなシーンもあったりとか、さらに動きが全体的にもっさりしてたりで、面白い作品なだけにいい作画で見れたらもっと良かったなってのは視聴者やファンからするとあったと思います。ちなみに4期も同じ制作会社で3期より良くなったかなって言おうと思ったんですけど、やっぱりやばい場面があって、それはそれで面白かったです。こんな感じではあるんですけど作品としては面白いのでおすすめできると思います。2つ目の作品は天元突破グレンラガンってことで、こちら名作で作画崩壊あったのって思うと思うんですけど、4話だけ担当した作画監督演出絵コンテさん、同じ人がされてるんですけど、癖がちょっと強めで他の話と作画が大きく変わったので、世間的に4話がキャラの顔が違くて、僕の意見ですけどヤンスって言いそうな顔してたりとかで作画崩壊って言われちゃったりとか、作画が乱れてるように見えて言われちゃったりしてるんですけど、実際は独特ではあるんですけど躍動感があっていい感じの作画で、こういう癖が強くて作画崩壊って言われちゃうパターンもあるんですよね実は。でじゃあなんで今回取り上げたのってなると思うんですけど、視聴者さんが作画崩壊って感じても作品としては面白い作品は名作として語られるのと、作画崩壊に見えても実際は癖が強いんだけど躍動感とかがあってよく動いてていい感じなんだよってのを伝えたかったです。ってことで熱くて面白い作品なんでぜひ見てみてください。3つ目の作品は配給。こちらも大人気なバレエ作品なんですけど、制作がプロダクション IG で、プロダクション IG って最近で言えば夕刻のモリアーティなども手掛けてまして、正直作がいいんですけど、配給の4期の15話で普通の場面でもなんかへんてこな感じになってて、このシーンとか別人みたいになってたりとか、このシーンは首がなんかとんでもないことになってたりとかで、調べてみたらエンディングクレジットに害虫さんの名前があったので制作現場の事情でっていう感じかなって思います。ってことでそんな場面もあったんですけど、スポーツアニメあんま見ないって人も楽しめると思うんでぜひ見てみてください。はい、次は4つ目の作品来ました。伝説の作品。俺が好きなのは妹だけど妹じゃない。この作品は作画崩壊の仕方が面白くて、それが楽しみで見れちゃう感じです。こちらの作品に関しては基本作画が怪しい感じで、だからこそ時々いい作画があるとそれはそれで嬉しくなります。内容としては王道ラブコメでストーリーもそんな悪いわけではないので、作画崩壊が楽しく見れる僕みたいな人はすごい楽しめる作品だと思います。ってことで一般的には結構叩かれてる感じで、作画が良ければもうちょい人気になったんじゃないかなとは思いました。5個目の作品は幼なじみが絶対に負けないラブコメ。こちらはマジで僕は笑っちゃいました。この作品僕春アニメ開幕紹介みたいな動画で1話時点でちょっと怪しいみたいなこと言ってたんですけど、結局本当にやばくて、特にやっぱインパクトあったのが3話なんですけど、文化祭のメインイベントで告白祭ってのがあって、思いを伝えたいんだけど口下手なんで歌と踊りで伝えられたらと思います。君にこの歌を贈ります。アシッドスネークチャイルドスターって言ってかっこいい声で歌って踊り始めるんですけど、このダンスがマジで衝撃で、曲と歌のかっこよさとダンスのへっぽこ具合の差がすごい面白くて、これはマジで伝説だと思います。ちなみに個人的にオープニングもエンディングも曲はいい感じだったんで、音楽面は結構好きでした。声優さんもいいですし、キャラデザイン自体は可愛いですし、最近の作品結構作画が綺麗なのが多いので、それに慣れちゃってるのもあるとは思うんですけど、作画が乱れても平気って方は試しに見てみてください。6個目の作品はこちらの画像なんですけど、見たことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど、実は大人気のインフィニットストラトスっていうアニメの2期の11話の画像で、これは単純に作画ミスっていう感じで動画配信サービスとかではもう修正されてました。インフィニットストラトスは作品としてすごい面白くて、ハーレム、バトルの要素が好きだったらむっちゃ楽しめると思います。ちなみに僕はシャルロット・デュノアっていう花澤香菜さんが CV してるキャラがいるんですけど、当時むっちゃ好きでハマった記憶があります。面白い作品なんでおすすめです。7個目の作品は8月のシンデレラ9なんですけど、こちら見てほしいんですけど、多分糸唐辛子だとは思うんですけど、なんかチャーハンに毛みたいなのが入ってるんですよね。とかいろいろ作画が安定してなくて、キャラの動き方とか姿勢がおかしかったりします。ってことで Google で検索すると作画崩壊って出てきて、口コミとかも大体作画で叩かれてる感じでした。ただ作品としてはストーリーとかもそんな悪いと僕全然思わなかったですし、青春スポーツアニメで感動する方もいる作品なんで、作画が多少乱れても気にしないよって方はぜひ見てみてください。8個目の作品は玉読み。こちら同じく女子野球のアニメで、検索するとこんな感じで作画崩壊とか出てきまして、結構キャラの顔とかがやばい場面とかちょっと擁護しにくいシーンがあるんですよね。ただ作品としては青春スポコンアニメで熱くて面白いと思うんで、よかったら見てみてください。9個目の作品はこちらの画像、みんな見たことあるかもなんですけど、ハードルがめちゃめちゃでかいですよね。こちらなんと人気アニメ神の水知る世界のワンシーンなんですよね。基本的にこの作品に関しては作画悪くないですし、キャラの掛け合いとかストーリーも面白くて、さらに曲も良かったりとかで楽しい作品なんで、ラブコメが好きな方におすすめです。ラストに行く前に、今回取り上げなかったんですけど、伝説のキャベツのアニメとかプリキュア、あとはメルヘンメドヘンとか、俺ツインテールになります、あとはクオリティアコードとか、あと長期放送してる作品とかも毎週放送してるんで、やっぱりミスがあったりとか、他にもなんかいろいろあるんで、また機会があれば紹介しようかなと思ってます。というわけで、気が向いたらチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。あと普段こんな感じでいろいろ紹介してますんで、また見てくれると嬉しいです。はい、ではラストの作品は心コネクトです。心コネクトは炎上のイメージが強いと思うんですけど、実は作画ミスですね。崩壊っていうよりは作画ミスがありまして、永瀬いおりっていうキャラが指が6本になるっていう結構デカめなミスがあります。作品としては基本作画はいい感じで、僕としてはすごいおすすめのアニメです。次回予告とかめっちゃいいんで、ぜひそこに注目してみてくれると嬉しいです。次回神アニメ。さてこの次もサービス。それでは皆さんまたね。